3年前、福岡県の私立高校に通う男子生徒が自殺した問題で、当時の上級生の1人が、いじめの事実を認めて謝罪し、和解が成立しました。宗像市の東海大学附属福岡高校の2年生だった雄大さんは、2021年3月、17歳で自ら命を絶ちました。 雄大さんの母親は雄大さんが所属していた剣道部で性的暴行を含むいじめ行為を受けていたとして今年3月当時の上級生4人に対し損害賠償を求める裁判を起こしていました母親の代理人によりますと雄大さんが性的暴行を受けている様子をスマートフォンで撮影し複数人に SNS で送信していたことを上級生の1人が認め 今日謝罪と慰謝料の支払いに応じ和解が成立したということです母親は雄大にとって本当に死に至らしめるほどの精神的苦痛であったと思う法的責任を取ってもらいましたが許すことはできませんとコメントしていますこの裁判をめぐっては先月別の上級生1人とも和解が成立していて 残る上級生2人は請求棄却を求めています。